皆さんこんにちは。こんにちは。今日がですね、成人展示会1日目スタートしております。見えますか？こんな感じです。はい、じゃあ松岡さん、はい、特典のご紹介をお願いします。はい、高校3年生の成人さんにはなんと成人式当日のお支度代2万7千円がただなんですよ。まいちゃん、いいですね、こちら。そうですね。でしかも来年の成人さんにも5千円お値引きっていうプレゼントがついちゃうんですよ。すごいですね、まいちゃん。いい特典になっておりますね。こんだけ損ですね。ということで、はい、今日はですね、はい、スタッフのちょっと一押しの衣装を選んでみたので、はい、一人ずつご紹介したいと思います。私から、はい、最初に岡さんから、はい、じゃあそれぞれいいところを使いましょうね。はい、素敵ですね。じゃん、私のおすすめ衣装はこちらの絞りの振り袖となっております。豪華ですね。豪華ですね。やっぱり成人式はとても華やかにちょっとこう大人っぽくね、はい、いけるのかなと思いまして、私はこちらの絞りのお着物が今回のおすすめ衣装となっております。はい、素敵な衣装ですよ。こんな感じですよ。後ろも入ってますね。後ろも花柄ですよ。ほら、豪華に入ってます。わー、華やかですね。はい、以上です。はい、じゃあ次ゆかちゃん。はーい、まいちゃん自分で行こうとしたでしょ。はい、私のおすすめ衣装はこちらです。わー、素敵。全然違いますよ。そういうの見えますか？すごい、キラキラしてますね。かっこいい。アズレはサイズが豊富にあるので、はい、小さい方から大きい方まで、はい、こちらはちょっと大きめにできてますけど、あのいろんな大きくてもこんな素敵ないろんなお着物があります。わー、さすが。はい、サイズも豊富です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ取ってきます。じゃあまいちゃんおすすめ衣装。はい、あらららら、あら、かわいいですね。はい、じゃあポイントは、ポイントはなんて言っても柄ですね。うん、かわいい。ちょっと個性的な柄で、帯はボーダーですね。かわいい。横になるとボーダーになります。はい、なんとですね、こちらはまだ2017年度と18年度の、うん、2018年度の成人の方まだご予約が空いているので、とっておきの衣装となっております。さすがですね。早物勝ちですね。はい、ということで、はい、いつまででしたっけ展示会、もう一回、はい、展示会はですね、うん、本日から、うん、2月14日ですね。え、2月14日は何日ですか？バレンタインデーですね。はい、こちらちょっと覚えておいてくださいね。はい、では皆さんお待ちしております。どれが一番良かったか投票してくださいね。バイバイ。